前の人がゾロ目の66。おはようございます。おはようございます。ゾロ目の77出た。ゾロ目の66の後77でどういっこっちゃうこれ。32。いい感じなんじゃないですか。32万でーす。黒バラ軍団のリノです。おはようございます。白バラ軍団のフェアリーです。はい、はい、いやパチロコ略マガジンのフェアリーです。改めましてということで白やね。はい、まあ、あの女の子って白っぽいじゃないですか。確かに黒は男性っぽいですし、 赤バラでもよかったです。赤バラ、ああ確かに、うん、その発想はなかったですっていう話はどうでもいいんですけども、なぜね僕たちが私たちがここにいるかというと、うん、はい、サイバースパーク上野店さんで、はい、なんと私たちの新番組が始まりますということで、うん、はい、知ってました。ですよね。だって名古屋、はい、どこから来たんですか、ね、大阪から来たんですよね。あ、今日はね、今日はちょっと違いますけど。違いますよね、うん、ちゃんとあのキャリーバッグ持ってましたもんね。そうそうそう、仕事でね、はい、金沢から来ましたね。ということで、うん、台本もがっちりとございますということで、まあ言いましょうか、タイトルの方、はい、いきましょう、せーの、ニュージェネレーション始まりました。始まりました。いいですね、まあ、上野さんとね、はい、お仕事するのが初めてです。で、ね、いや、2回目。あ、いや、でも一緒に実践は初めてじゃないですか。そうですね、仕事みたいなことは、ちゃんと仕事みたいな仕事やけどね、仕事はありますけども、イベントとかで被ったことはあるんですけども、その時にね、挨拶はね、そうです、したことあるので、なんか変な写真撮りました、変な写真、変な写真、はい、変な写真、どんな写真撮りましたっけ。あの多分ツイッターであの後で送るんで、ディレクターさんの方に多分ここら辺に出てる可能性もあるんですけども、あのそういうイベントで、はい、初めてなのにこういうなんか撮ったんですよ。やってましたね。やってましたね。俺、僕が言ったわけじゃないですけど、そうですね、今度やってました、勝手にやってました、うん、ということで、ニュージェネレーションですよ。なんかかっこいいじゃないですか、まあ、名前がね、まあ、横文字なんですけども。そう、私最初分からなかったです。まあ、僕もあの頭がトンチンカンなんで、あ、一緒です。足らないんで、イエーイ。違うね、結構着替えますね、うん、ちょっと初めましてなんですけど、まあ、iPhone でね、はい、iPhone で調べましたよ。あ、私も調べました。ちゃんと iPhone で調べまして、新世代と。あ、でも私、うん、ニュージェネレーションで調べたら電力会社出てましたよ。どういうこと。なんか出ましたよ、さっき。何それ、ね、出ますよね、ジェネレーターで。ジェネレーション、ジェネレーションですよ、ジェネレーターじゃないから。やっぱ英語に弱いフェアリーでございました。そうそうそう、だから、まあちゃんとね、この番組は、まあ、はい、ニュージェネレーションイコール先世代と、うん、っていうことで、ちょっと先世代、3世代、え、ちょっとよくわかんないんですけど、3世代みたいになっちゃってるけど、ちょっと違うけど、ね、作らないですよ。そうそうそう、そういうね、意味が持ってまして、はい、おー、まあまあ、こうやってね、この番組趣旨っていうのは私全く分かんないんですけど、うん、説明しましょうか。お願いします。はい、僕とフェアリンさんで、はい、新基準機のパスロ台とレアなパスロ台を実践していく、はい、まあ、上野店さんには結構多いですからね、はい、そうなんですよ、うん、していく新世代のパスロ実践、やばいですね、バラエティ番組でございます。やばいですね、詰めすぎですよ。詰めすぎ、もうここまで行ってやろうかなと思って。いや、詰めすぎですよ、うん、いや、そんな感じ、すごいじゃないですか。で、まあ、新しい世代もね、はい、まあ、僕とフェアリーさんが一回りぐらい違いまして、僕35になったばっかりです。あ、私さ24になったばっかりです。あー、もう一回り、はい、まあ、この世代とかね、そのパスロでも、はい、その昔の代とかっていう由来でね、はい、このニュージェネレーションってタイトルつけられると思うんですよ。はい、うん、で、だからね、ディレクターから僕言われてまして、はい、乗り打ちせよと。あ、乗り打ちせよとって、はい、いうことは何かあんのかと、勝ったら何かあんのかと、はい、だって何もなかったら乗り移る意味もないし。確かにそうですよね。乗り移りは私たち2人ですか。そう、2人で、はいはいはい、誰かさなんかあのスタッフさんとかと一緒に、みんなで5人ぐらいで乗り移するのかなと思ってできんから、はい、取らんといけんから仕事あるからね、はい、あ、そうですよね、我らの仕事をしよう、ちゃんとね、はい、うん、っていうところですけど、何、はい、かあるんですか。なんかあったら、勝ったら、おえ、これって1回ごとの実践なのか、まあ、まあ、その、はい、これってトータルで何回実践あるんですか。これも6回原稿にやりました。はい、やめとけ、やめとけ、はい、まあ、大体こういう番組半年なんでね。あ、半年、そうそうそう、番組ってのは半年なんでね。そう言ったから今言ったから、はい、で、その6回で、はい、え、どうなったらなんですか。プラスを目指そう。はい、ここではなくて2人トータルの時に
プラスだったら、おお、なんかあるらしいですよ。だからそれ聞いてんだよ。あ、何かが、ね、それ聞いてんだよ俺は。なんかあるんじゃないですか。それ特に決まってないですか。やる気出ないですよ。確かにそうですよね。あ、決まってる気言わないですか。ちょっと言ってよ。何どういうことですか。まだ言わないですか。途中で言って行かれる感じですか。いや思ったんですけど、何も決まってないですよあの人。いや俺もそうだと思うんですよ。何も決まってないですよ。だってこの前も罰ゲーム私が決めましたからね。あ、なんか一緒に一緒にやった時に罰ゲーム何も決まってないですよってなって。じゃあ決まってねえな。決まってないですよ。決まってなさそうだけど。ちなみにこれ負けたら何かあるとかあるんですか。はい。俺にバンジーの話やめて。ここに出るからグリードシャープなっちゃうから出っから。やったことあるんですか。いや僕よくやるんですか。よくやるんですか。よくもやらんし、僕ね違う番組で高所恐怖症の癖してバンジー飛ばせたやつがいて、うちの会社のやつ。ひどいですね。でほんと飛べねっつって、僕自分でその動画見たら、はい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 、真っ青でしたよ顔が。もういやマジでバンジーだけはマジでやめて。よく飛びましたね。なんか他のことはやるんで。私もあのジェットコースターも無理なんですよ。無理でしょ。俺も無理なんで、はい、音ちょっともうマジで。じゃあちょっともうやめって。いや本当ダメなんだって。すごいですよ。いや本当ダメだから。死にますって。ダメだから。じゃあバンジーはやめよう。マカオ。バンジーはやめよう。なんかジェットコースターとかにして。やだやだ。それだったらいやバンジーは自分で止まっていけんから。いや、やだって俺なんで俺を。でもなんで乗り得やん。そうですよね。得やん。でも私多分それ見て苦しんでる姿見たらやっちゃうんで。私もやっちゃう。だから嫌です。じゃあ2人でやっちゃうんで嫌です。そう、2人嫌じゃないですか。嫌じゃないですか。だからそこはなんかちょっとね、そっち系じゃないやつ考えてください。そっち系じゃないやつお願いします。じゃあバンジーはちょっと本当見た。あの番組ね、結構長い言ってるから結構ガチで嫌ですよ多分。ガチで嫌ですよ多分。それバンジーっていうのはちょっと抜きにして。いや勝っちゃいいんだけど。勝っちゃいいんですよ。勝っちゃ、いや勝っちゃいいって、なんか誰かみたいになってるけど、ちょっとやめよう。本当に勝てばいい。いや勝っちゃいいんだけど、勝てばいい、まあ、勝つのは結構上手い方なんで頑張るんですけど、本当バンジーだけは本当勘弁堪忍です。本当に。いや頑張りましょう。じゃもう人ごとやん。じゃあまあまあこうやってね、はい、まあ、2人で勝ちを目指して頑張っていかないといけないんでね。そうですね。本当にまあいろんな台、まあでもレア役、あ、レア役じゃないや。レア役レア何病気かい。スロットのスロットの中の病気かい。多分そうかもしれないですね。私はツートスレアのレア役。レア役からのなんだ。じゃあレア台を打つってことはですよ、うん、あんまり詳しくない機種を打つことになるじゃないですか、うん、正直私は24歳なので、もう結構昔の台を打つってなると何にも知りませんっていう状態。でもその表現の仕方も面白いんじゃないですか。分からない人が分からない台を打ってどういったそれって勝てるのかなっていうところもご注目いただければなっていうところはありますよね。そうね、はい、間違いない、はい、でなんかこのタイトルコールあるじゃないですか、はい、そうですね。そう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 。ニュージェネレーション何ニュージェネレーションって言ってくれたかなと思って、ニューって言ったらジェネレーションって言ってくれるかと思って。これからなんかこうやってね新番組始まっていくんで、はい、なんかこのニュージェネレーションって言いながらね、はい、こうポーズみたいな、ね、おーやってくださいよ。なんか結構まあまあ見てるけど、もう決めようかっていう、もうそろそろ並ばなきゃいけないんですね。そうそう、はい、もうそろそろ並ばなきゃいけないから、あとね、2、3分ぐらいなんですけど、はい、そう巻きでね、巻きでね、はいはいやってください。なんか視聴者の皆さんに、あ、はいはいはい、その僕たちが、ね、今からニュージェネレーションのポーズ取るんで、3つぐらい、はい、その中でね、決めていただこうかと、うん、でそれをその配信と同時にツイッターの方で、うん、そう、ツイッターでね、はい、募集しますんで、まあ、多分募集してる途中だと思うんですけども、うん、そうそう、ここにも多分出てると思うんで、はい、それで決めていきたいと思うんで、はい、とりあえず何個かやりましょうか。はい、お願いします。なんか決めてきました。いや決めてはないんで。私も決めてないんですよ。なんかないですよ。何でもいい。もう時間ないから。はい、そう、はい、やってくださいよ。ね、じゃあフィアリーさん前でって、はい、前でここね、はい、で俺がこっちで、はい、であっち指さしてこうやって、はい、あっちであっち見てて、はい、でニューでこう言って、ニューでこっち出て、ニューで出てでジェネレーションで前で、なんか嫌なんですけど、だっせーじゃん。どうぞ。もう一回いくよ、はい、いくよ、せーの、ニュージェネレーションはずい。これ一個ね、はい、うん、フィアリーさんなんかやって。それそれ、無事がないから時間巻き、巻き、うん、やってやって、今のが1個ね、うん、やです。何でもいいよ、何でもいい。何でもいい。うん、何でもいい。もう、こんなんでも何でもいいから。じゃあ、何でも何でもいいよ。ちょっとジャンプしてください。
ニュージェネレーション。はい、終わり。はい、さあ、だからニュージェネレーションで後ろが消える感じでスタートする感じ。かっこいい、あれいいかも。おいい、イエーイ。なんかないっすか。はい、あ、じゃあディレクターさんから。これニュージェネレーション。あ、ニュージェネレーション。これ俺のやね。俺のやこれ。いい、いいね。ニュージェネレーション。よし、あ、ニュージェネレーション。浅くなった。まあここら辺、はい、こんな感じ、こんな感じで、うん、この3つ、はい、あの、はい、Twitter で募集いたしますんで、はい、ぜひぜひ配信と同時にですね、よろしくお願いします。ということで、まあ実践スタートしましょうか。しましょう。まあ、ここもねニュージェネ、まあ今日一発目なんで、はい、フリーやんないですけど、じゃあこれでいいんじゃないですか。せっかく決めていただいたんで、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ実践スタート、ニュージェネレーションスタートでございます。頑張ります。東京都台東区にございますサイバースパーク上野店さんは、パチンコ377台、スロット286台を設置しております。さらに禁煙フロアもございます。ぜひ皆様遊びに来てください。マジいいで、いろんな機種あるで。ちょっとこんなに並ぶんですけど、私は1台しかないレア台をちょっと目指して真っ先に行こうかなと思うんですけど、でももしかしたら取られちゃう可能性もなきにしもあらずですよね。え、どこ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 、あった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 、バイオバイオ、どこ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 よ、ちょどこよ、あ、でもどこ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 、ハードボイルドどこ、ハードボイルド、ハードボイルドどこどこどこ、これあった、これこれこれ、もう終わりだよ、覗きたい。もう2008年に導入されたらしいんで、私正直打ったことありません。あの2008年はあの私打っちゃいけない年になっちゃうので、あのとりあえずあの面白いって聞くんで、とりあえずこの台で頑張っていこうかなと思います。はい、いやはや始まっちゃいましたね。まあ今再生列してるんですけども、まあ、今日がね、100名以上お客様で、まあ、僕の引いた番号がゾロ目の77番なんで、どうしようかなと。あの機種構成と台数を見ると、なんかねアイマスがね、アイマスター、アイドルマスターの略ね、アイマスね。そんな好きじゃないよ俺。これ系別に嫌いでもないけど、うん、アイマスがね4台あって、その他がね2台とか1台なんで、もしかしたらデータ見てないからわからないけど、その多分これだけ人がいるってことは、その新基準とかも、その旧基準、なんつったらいいんだろう、まあ、昔の台ね、新台とかも、多分ね、気合い入ってるのはもう間違いなさそう。で、前日もかなり人いたっていうのも聞いてるんで、あれアイマスめっちゃ埋まってるやん、抑えるで俺。アイマスらしいっしょ。なんでこんな埋まっとん、とりあえず、抑えますよ。うん。アイマスでスタートでございます。あーすげえな、埋まり方がすごいね、やっぱり。いやーすごいすごい、バサラ2とかおもろいもんね、やっぱり。あ、あーちょっと見てなかったけど、エールカ1もあるんやね。1あって2あるよ、2、今の5の原型ので、まあこれ神台、神頼み、今しばらくお待ちくださいませ。で、フェアリーさん、フェアリーさんいた、フェアリーさんハードボールド取ってる、めっちゃいい台やん、めっちゃいい台取ってる。フェアリーさん、はい、これ知ってるんですか。知らないです。え、知らないんですけど、うん、もう有名ライターの先輩に聞いたら、うんうん、いい台だって、これが面白いだって言われたので、ちょっと私も打ってみたいなと思ったんですよ。設定判別に関しては、はい、すっげえむずい台なんですよ。ただ ALT 中にはちゃんとパンクをしないように打たないといけないっていうので、そう、ちゃんとバーを狙うとかだったと思うんですけど、そうですね、あ、すごいちょっと勉強してきてる、すごい。スロマガのサイトを見て、さすがっすね、はい、僕もね、まあ球大というか、知ってますよ、あのアイドルマスターですよね、なんかでっかい声であの下の抽選の時に言ってたんで、うん、あ、聞こえました、聞こえました、聞こえましたね、聞こえました、ごめんなさい、声大きすぎてごめんなさい。いやいや、全然それはいいことだと思います。言ってくださいね、うるせえよって言ってくださいね。これからさっきあのそこで話してるのも全部聞こえました、うん、恥ずかしいです。でもとりあえず頑張りましょう。あ、すいません、頑張りましょう、お願いします。すごいね、これとかね、鬼武者、これも A プラス ART ので、これ隣猪木ワン、うわすげえな、
すげえ、これ見て、これも見て、バイオワン、バイオワン、これね、大人の事情で打てんやけど、うわー、もうこれとかもうええよね、何このホールさん。今ね、人通り、ホールの埋まってる騎手とかを見たんですけども、バジリスク、絆、おー、今、カボチャンスっていきなり入っとったな、すぐ、まあ、マジカルハロウィン5、全埋まり、あとは、マドカメイカ2、1、そしてアイドルマスター、ここら辺がね、全台埋まってるっていう傾向、で、花火とか、バンサスとかが半分ぐらいかな、こんな感じなんで、まあ、どんな感じか分かんないですけど、そこまでね、昔の台が全部埋まってるって感じはしないですね。とりあえず僕もアイマス取れたんで、あの台行きましょう。はい、ということで私はですね、ハードバイルドを座っていきたいと思います。もちろんですね、2008年なんで、2017年なので、遡るともう9年ぐらい昔の台になるんですよ。で、私今24歳なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9年前はまだ部活やってましたっていう台なので、正直あんまり全然詳しくないんですが、ここの店舗さんでしかないので、頑張って当てて、いいところを見せられるようにしたいと思います。よし、とりあえず打っていきます。一応通常時は2連覇を狙うみたいなんですけども、スイカですよね、これ。ちょっとあれを見ましょう。リール配列、スイカは白ラナ、これは赤を、スイカですかね。で、一応ボーナス不能の半月は右中中下段に赤ラナを狙ってあげるダッシュです。これはちょっと入ってないのかな。ちょっと最初は多分動画にならないと思います。しかもなんかちょっと止まるしな、これ何なんですか。あ、ナインボールを決めろ。まあ、スイカからの発展が外れました。で、基本的に調べた結果によると、接点判別がボーナス確率が大体肝になってるらしいんですよ。ただ核ジェリーの出現率とか、あとはそのスイカからのボーナスとか、まあ、多分それに色によって変わってくると思うんですけども、だからそういうのに若干設定差があるらしいです。まあ、とりあえずは当てて、その一連の流れを、であとはボーナスから ART を目指すタイプになっています。多分今こうやって私の動画を見てくださっている方の中にも、これ知りませんって方多分いらっしゃると思うんですよ。多分最近よくお声をかけていただく方は割と若い方もすごく多くて、まだ20歳なんですとかっていう方だと、多分この台を、私もそうなんですけども、まあ、打ったこともないし見たこともないと思うんですよ。で、そう思うとやっぱすごいですよね。で、今日は仮面ライダーとも迷ったんですよ。ただ仮面ライダーはある場所によっては結構あるんですよ。今でも導入されている店舗さんが、まあ、1台とかですけども、まあ、あるっていうのを考えて、ここでしか打てない機種を打とうと思ったところでハードボイルドを座ってきました。いけました。何でしたっけこれは。その読み方が HZ っていうんですけど、省略して書いてあるんですけど、 HZ でいいのかなと思って、一応ハイウェイゾーンに突入しました。これはバーを狙って、ベルを狙って、ベルを狙ってあげればいいですね。これは白ナナ。
とりあえずあの2種類あるっていうのがあるんですけど、わちょっとそこはちょっとあんまり分かんないんですけどね。あ、猫です。ここで、あ、これ違うの、あ、これあれじゃないですか、ハズレか、これリーチ目じゃないですか、リーチ目、いわゆるリーチ目っぽくないですか、どうなんだろう。正解、あ、とりあえず発展に突入しました。ジョニー VS イヴァン、なんか強そうじゃないですか、強そう、とりあえず見てみますか。俺やっぱボーナス突入してました、なんかさっき狙ったんだけどな、これあら、よし、228ゲームミッションボーナス突入しました。で確かこれがレギュラーボーナスということになりますね、ミッションボーナスなんで。ということで今あのこの経由がハイウェイゾーンからの確かボーナス突入なんですよ。で、そうすると ART の当選がちょっと確率がアップするということになっているので、ちょっとここは注目して打っていこうかなと思います。で基本的にボーナス中は基本的にナビに従って消化すれば大丈夫ということになっております。とりあえず打っていこうと思います。いたれジョニー、いたれジョニー、ダメでしたすぐ終わっちゃうの、あ、そこでまたハイウェイゾーンに突入と、ここでいなくなるかいなくならないか、あ、ダメですね、これね通常時に戻るという感じです。ほうほうほう、ですよ。チェリーの下じゃないですかね。あ、当たってた。またでもレギュラー07。はい、レギュラーボーナス62ゲーム。これ入れたい、3回目です。でも多分ビエコの方が確率的に高いんですよね。でもこれで3回目ですから、これがもしかしたら 30% かもしれない。スイカ引いたぞ、これね、あのスイカ引いたから何かとかないのかな。うわーさーって言っちゃいました、ダメでした。これでフラッシュも、お、早くない、早くない、え、こういうもんなの、早くない、1ゲームで終わるとか、え、あるんですか。それではニュージェネレーションスタート。デメは分からんけどガックンはしたね。で、この台ね、リセット後はボーナス後と同じ状態になってまして、まあ、6択のリプレイさえ当てれば ART 突入するみたいです。で、まあ、設定推測していく上で多分リプレイスロットからダメなのかな、設定推測していく上では、ジャックチェリースイカ、共通ベルに下がって、共通ベルに関してはなんだっけな、このねこっち狙ってなんか2コマ目押しをしないと正確に測れないみたいなんで、これ無視します。なんで
今日は僕はジャックチェリーとスイカ見ながら、まあ打っていこうかなと思いますよ。で、まあ、結構ね推測要素、設定推測要素は多数あるんで、そういったところを見ながら、まあいい台であることを願いながらね打っていきましょう。でまあダメだったらね、まあ隣の隣に2アウト2あるし、花粉症なんだ俺ちゃんとティッシュも用意しとるで、ね、ここに、うん、ごめんなさい薬飲んでるんだけどね、たまに出ちゃうよ、すいません、ご了承くださいませ。でねこの台ね、ボーナスが成立してると中大一覧一機なんで全部のねボーナスをフォローできないんですよ。そういった仕組みとかがあって、だから覚えてる限りね、またちょっと携帯とかで見ながら、うん、いろいろとね思い出していきますけど、設定狙いとかしてた時もあったんで、これで僕のイメージはね結構大変な台、出玉作るまでが結構ハードルが高い。でも6だったらね機械割りが113オーバーぐらいあったと思うんで、まあ、高設定であることを願いたい。だってアイマスお願いした時に3台埋まったでしょ。でマジカルハロウィン5とかも全台埋まったから、まあ、この萌え系っていうか、まあ、旧台もそうやし、その萌えっぽい台とかもなんか状況良さそうだし、状況がいい可能性もあるかもしれないし、後ろのね日暮らし祭りも2台とも今もう埋まってるし、みんなカチカチしとるしね、主にねボーナス当選につながる役がチャンスリプレイですね。であとは、ジャックチェリーからの何々ボーナス、あとはスイカからの何々ボーナスが設定差あるみたいな感じだったと思います。曖昧でごめんなさいね、まあ、ボーナス確率がこの台が、大体120ちょっとから150分の1なんですけども、この台の ARD の性能が消化、全部30ゲーム消化してからボーナス告知されるので、結局ねボーナス確率も発表時とはちょっと変わってきますよね。多分130から160ぐらいをめどに、まあ、もちろん ARD 入ってなければねそのままで考えていいと思いますけど、てかさ、これさ、見て、これなんかめっちゃなんか全然データちょっとわからないですけど、データ見てみる、なにこれ、あんま出てないけどめっちゃムンバーされとるやん、今気づいたけど、なんやこれ、いい台だったかもしれないですね。ボーナス自体もなんか軽そうやし、あれれ、あれ下げの学君これ分からんけどな。で他のでも左角もまあまあ稼働されてんな、てか稼働されてるね、かなりすげえな、どの台も20回とかちゃんとついてるし、ボーナス自体がすげえな。ってことはやっぱり甘く使ってるのは間違いなさそうやけどね。まあ、なんか正直なんか熱いよね、正直なんだけど僕とフェアリーさんの朝一の大選択がちょっと心配になってきた勝てんのかな、大丈夫かな、まあ、これ、まあ、リプレイじゃないんで今日チェリーですね、なんか熱そうやけどね、まあ、この場合は最初、まあ、レギュラーから狙ってった方がいいと思うんで、あ揃っちゃったうん、揃っちゃった、はい、126ゲーム今日チェリーからレギュラー投手がゴーンで、まあ、ここでね 1,2,3,4,8 ゲーム中タップ当てをしていくわけですよ。で多分内部状態が高額とかだとそのナビが出やすい状態とかあったりすると思われます。で設定差あるところが正解2,3ですね。2がね 1% から10%で6だけ 10% で、正解3が偶数が優遇されてて、
奇数が 10% ぐらいで偶数で 20%、25% とかそんな感じだと思う。とりあえずね、これ設定推測もしたいから 2個は欲しいね。とりあえず2個はいった。だこれで入ったらもう6やで。まあ、だってこれでとりあえず奇数か偶数で めちゃくちゃ差が出てる。ああ4つなんでめちゃくちゃ当たったな。33%で5つでやる気確定。はい、何割の野郎、3分の1ぐらいやっとけよこの野郎。3分の1ぐらいやらんとオーディション合格せんと。あらあら、対策はあるしですね。とりあえず頑張ったんですけどね。今解析数値を見直したら、そのボーナスとレギュラーはほぼ1対1なんですけども、そのピック確定になる要素が何個かあるんで、やっぱりレギュラーから狙っていった方が良さそうですね。なんで、まあ、まずは赤狙って、まあ、こうやって、まあ、中段止まったら中段1リール機なんで、まあ、レギュラー狙ってダメだったら次青、青の場合はスイカがフォローできないから、まずレギュラー狙ってみて、そこからやね、そこから青を狙う形になると思います。おお、なんか言いた、とりあえず逆行するか。なんか言いたね、これ強調やない、強調言った。88ゲームもう一回やり直すよ。あれなんかリーチ目臭くね、これなんかだ、これだ、ほらエルコボシなのかリーチ目なのかよう分かんないけど、全く知らない、分かんないけどね、適当やけど、なんか滑ったね、なんか滑ったよ。あでもこれベルコボシかもね。あめっちゃ滑ってきてない、あいや4コマ滑りやな、ここ滑らないような気がするんだけどな。どうだ、おお滑って、おやった、どっちか分からんけど強制やろ、普通に考えたらな。同色ビッグ91ゲーム投資が7本アイバービッグ出たね。まああの赤同色の場合はスイカから当選した方が高設定の期待度は高まりますね。告知ビジュアルビッグが後小口で、これがチャンス小口狙いみたいな感じかな。でこれは完全小口、まあ後小口でいこうか最初ね。はーい、知ってても食べて幸せよ、うんうん買うのも大変で、いいよ、懐かしいな本当。まあボーナスが成立した状態によってその ART 当選が全然変わってくると。まあ超高額でボーナスいけばもう ART は変わって、でまあこのハイパーピック中は、134分の1のバーゾーンかな、もういけば ART 変わってみたいです。だからこことか出ちゃダメだよ、ここら辺出ればもうアーチになるんですよね。うん、まあ微妙バーリー微妙、はい、一応はいはいはっだよ、4個ぐらい着替えとけちゃんと。あーダメだったってことかな。いやまあ状態が良くなったので、まあここで、まあ、これ転落リプレイっぽいですね。ここでボーナスいけばこの ART の期待度が高まるって感じですね。あーもうなんかいいね、いい感じ、いいよ。だから次はどうしようかね、赤ビッグから狙おうか、同色あたりから狙ってこう。だからリーチ目なんだこのキャラ、あーな、あ待って、えっ外れてる、なんなの、また言いたよ、さっきの当たってないので、スイカなんだけどこれ熱いよ、スイカからのこのステップアップは多分熱かったと思う。これ赤同色とかあったらめっちゃ熱いんだけどな。
これまた大丈夫かこれ。あーこれ熱い、この演出熱いよ。まあなんか滑ってきたけど、滑ってない、めちゃくちゃ滑ってる気がするんだけど。赤系きてえな、そんなことないかな。ほらな、入っとるで。これ青赤なのかな。あ、そうか、中段一ライン機なんで赤同色なのかも。入ったやろ、 OK。 うん、赤同色はケツ頭でしたね。ケツ赤か。39ゲーム、スイカから。まあ、ここはトムには設定差ないですけど、ノーマルウィーク中のストーク当選率が、まあ、高額超高額が、まあ、36分の1ぐらいで、高額以下の場合は、1から5が134分の1で、6が100分の1ぐらい。だから毎ゲーム高額が落ちたのか分からんけど、定額であれば、まあ、130分の1ぐらいか100分の1ぐらいかみたいな感じで、高額であれば35分の1ぐらい、全設定共通で36かみたいですね。まあ絶対ダメだよ。うん、で、まあダメよね。おお、サプライズやね。うん、サンキュー。星とか関係ねえんだよもう。一度言ったよ、俺みたいなもんは。オーケー。これチェリーかな、ザクチェリー。レアやっぱまあまあええね。ん、なんか直ってるの。これボーナスの可能性あるんじゃないの。ほらザクチェリー、ほらザクチェやで。これ蛇口だと明るい出た方が高設定の期待度上がるね。これが共通ベルやね、2個まで鑑別可能な。あー、でも嬉しい、うん、バリ嬉しいよ。9ゲーム RT 入る前、あざーす。おい、あのチャンス告知にしたんですけど一切チャンスは出なかったと。うん、はい、トータルで598枚。はい、ありがとうございます。ニュージェネレーション。どういうこと？あ、まあでもとりあえず253枚。でもバー揃ってるんですけど。あら、これ、あ、これプッシュ？プッシュ？とりあえず見ましょうか。プッシュじゃない、これラッシュか。あっそう、あっそう、ジャグチェやで、ジャグチェね。まあ赤レギュー出たら2回目になるで。うわ嬉しい、バリ売れ。うん、あざす。これもう俺がガチのこの俺にガチガチやってただい。青の極み、ラインアットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。